ボーイの幻影と戦い、ソロシンガーに転じた氷室京介。1988年7月21日、ボーイ解散後から約3ヶ月後という早いインターバルで、ファーストシングル、エンジェルをリリースした氷室京介だったが、その後構築されていく世界観はボーイのパブリックイメージを完全に葬り去るための戦いだったように思う。ソロシンガーに転じ、セカンドアルバムネオファッション以降、リリックに関して、その大部分を他者に委ねるようになった。このアルバムでも全11曲中、3曲のみに関わりを持ち、残りの楽曲は作詞家松井五郎に依頼。サウンドクリエイト、そしてシンガーとしてのあり方に重きを置き、自らの音楽性を模索するようになる。社会情勢を予見したかのような傑作アルバム、ネオファッション。1989年9月27日にリリースされた、ネオファッションはベルリンの壁崩壊や湾岸戦争といった、揺れ動く世界情勢を予見したかのようなコンセプトアルバムであり、自身がリリックで語らずとも、サウンド、ビジュアルが織りなすトータルイメージは来るべき90年代に向けて、世紀末的な感性を先取りした傑作アルバムとなった。タイトル通り、アルバム全編でファシストを演じた氷室。これを見事に演出するような複雑なリズムとダークな世界観は、鮮やかな彩りを感じられるファーストアルバム、フラワーズ・フォー・アルジャーノンとは大きく乖離していた。サウンドプロデュースを担い、ミュージシャンとしても全面参加した佐久間正秀にしてみても、ボーイ時代とは全く異なった世界観を構築しようとする氷室の意気込みを感じ取ったことだろう。佐久間は、このアルバムの準備段階で氷室が作成したデモテープについて、そのまま出しても作品として通用するレベルだった。と口述している。これまで数多の楽曲のリリックを担った自身が身を引き、サウンドクリエイターに特化して自らの世界観を構築させるという戦いであったと思う。しかし、作詞家としての氷室京介は抜きんでた才能があったと思う。それをあえて振り切ったというのもボーイの幻影とどのように戦っていくか、という決意表明であったようにも思う。作詞家、氷室京介がボーイ時代に残したリリックの世界観とは、ボーイ時代、氷室京介は極めてドメスティックな日本語のロックのフォーマットを正しく継承したシンガーだった。この存在感が大衆に支持されていったわけだが、これに書くことができなかったのが多くの楽曲の中で、氷室が手掛けているリリックの世界観だと思う。ヤンキーテイストと称されることの多い、ボーイのリリックだが、ここで描かれる世界観は、より多くのリスナーに向けて、佐久間正秀をプロデュースに迎え、満を持してリリースされたサードアルバム、ボーイ以前からさほど変わっていない。氷室ワールドがボーイの下地であるとも言える。サードアルバムボーイに収録されている唇にジェラシーでは、笑いながらさよならなんて言えるのか。はすっぱな夢に気絶しそうなほど。恋によく似たフィーリング真夏にジェラシー。と歌う。はすっぱとは、身持ちが軽く、品性が乏しい女性の別称だが、このアルバムがリリースされた85年当時もあまり使われない言葉だったと思うが、このワードをあえて選び、夢を掛け合わせることで、極めて刹那的で儚い印象を生み出す感性は唯一無二だった。モノローグなのか、誰かに話しかけているかわからないような孤独と敗北感を感じ取ることができる。この感触はボーイのラストシングルでもある、季節が君だけを変えるでも同様の印象を与える。季節が君だけを変える。バカだね、間抜けなピエロ。季節が君だけを変える。ただ一人立ち尽くすだけ。自分に言い聞かせるようなこのバカだねの、ねの部分に感じられる寂しさが圧倒的な氷室ワールドだったと思う。音楽的にさらなる高みを望み、ポップかつキャッチーに変貌していくが、この世界観は最後まで変わることなく貫き通したのだ。ボーイで描かれていたリリックの世界観は極めて個人的な物語であり、それは氷室の私小説と言っても過言ではないだろう。ボーイは孤独を抱えながら、日本で最も多い動員数を誇るロックバンドへと上り詰めていったのだ。そして、ソロ活動以降、氷室京介は、この世界観を封印してさらなるフェーズに移行していった。ボーイを断ち切り、ここで描かれていた私小説は、職業作家にリリックを委ねることで広い視野を持った壮大な物語へと変わっていった。氷室京介はこのセカンドアルバム、ネオファッションで改めてソロシンガーとして、まだ見ぬ広い海原へ舵を切っていった。本当の意味で自由になり、改めて頂点を目指していったのではないだろうか。